FM 第2回セラデミー賞です。よろしくお願いします。バッドボーイ。そしてプレゼンターはこの方、高田純次さんでーす。これからデミー賞はですね、はい、AKB のメンバーの中から素晴らしい個性をお持ちの方を表彰しようというものでございます。はいはい、まあ、前回はちょっとあの変な賞でしたけども、そうですね。今回はね、はい、ちゃんとあの可愛いでしょうとか、ね、はい、そういうのがね、ちゃんとあるかもしれませんから、まず最初の部門はこちら。うるさい、お前らは。お前らに可愛いでしょなんかあるわけないの。可愛いでしょお前、篠田さんに決まってるやないか、そんな。あなた、篠田さん、バーカバーカ。お前らなんかな、裏表あって腹黒真っ黒黒付けじゃ、そんなもん。お前、事前にメンバーからアンケートを実施したところ、本音が詰まったとんでもないチクリネタが満載。その投票から裏表のある人ナンバーワンを決定します。見事受賞した人には番組特製順次像と集めて嬉しい推しピンバッジをプレゼント。この賞は AKB メンバーの中で最も計算高く生きている方が表彰するものでございます。このノミネートされた3名の方を発表したいと思います。キャラデミー裏を持ってあるでしょう。1人目は峯岸。なはずの峯岸みなみ。さあ続いて2人目発表しましょう。小島。はい、呼ばれちゃうから前に出てこい。2人目は天然キャラと言われる小島春菜。3人目を発表いたします。渡辺。今日はおっとり渡辺真由がノミネート。以上がキャラデミー裏表あるでしょうにノミネートされた腹黒い人間たちです。これは嫌なレッテル。お前らだった。この番組はドコモとご覧のスポンサーの提供でお送りします。覚えがないという峯岸に衝撃のチクリが。推薦人は宮沢でございます。はい、さあ、宮沢の理由、はい、ステージの上では元気キャラだけど楽屋に戻るとぐったりしている。ほら、みんな納得した。納得した。いや、楽屋ってそもそも本当の姿が出るもんやから。だってステージ上でフレッシュとか言ってるのにぐったりしてますもん。そんな感じや、そのぐったりさ。でもみんなが通る地面でぐったりバーッてジャングジに寝たりするんですよ。楽屋でみこんなんなの。こんなんだ。なんで寝る。なんで寝る。やってない。もうじゃあ倒れてるの見たの。おお、見とったけど、お前証拠あるやぞお前。実際にこう楽屋に入ってスイッチオンオフみたいなのあるんですか。そう言わないけど、うん、でもやっぱ楽屋ではちょっとリラックスしてても、うん、ステージに立ったらちゃんとしなきゃと思って、うん、そういうこういい意味でのオンオフ。こう言ってるけどどうだ、兄さん。ふーん。あらららら、違う。不満があるのは今のうち言っとかないと。いいよ。みんなすごい仲良くしてくれてると思ってたんですけど。あ、推薦人はあったのでございます。うん、理由はね、時々、はい、出す声が怖い。はい。小島春菜さんに自己紹介をお願いしたいんですけど。はい、埼玉県から来ました、小島春こと小島春菜です。よろしくお願いします。うんうん、はい、それがですね、いつもはこう可愛いじゃないですか。それが時々、本当にあの低い声を出すんですよ。どういうこと。どんなの。小松谷ひとみちゃんっていう、春菜と仲いい子がいるんですけれども、その子と二人で話している時に、すごいそれが出てるんですよ。はとか言ったり、わかんないって言ったりするんですよ。春菜が兄ちゃんここにいないからさ。どうした。俺どうした。ピリピリしだした。ピリピリ怖かったね、今の感じね。でもおるよね、女の子なんか特にあの電話の時とかにさ、はい、もしもしみたいな声色変わるやつ。俺は気持ち悪いな。お前何やってるんですか。怖っ。やだ怖い。怖っ。
生まれトーンか。自己紹介するときは小島春菜です、よろしくお願いします。全然違うよお前。ノミネート理由もう一つあります。2002はですね、峯岸が本当は頭がいいのに何もわからないふりをしている。嫌味なやつだね。メンバーの中でもこうどんなキャラなのかっていうのをちゃんと把握してるみたい で大人の前だとそのんーってなってるんですけど、私とかの前だと「もう峯岸ジュース買ってこいよ」みたいな。そしてメンバーのマスコット渡辺にも竹林が。推薦人高橋、はい、理由、お腹が減るとキャラが変わる。これどういうことなんですか。みんなあんまり知らないと思うんですよ。眉、はちょっと不思議な感じがするじゃないですか。そうですね、ちょっとぼーっとして不思議症状な感じします。そうなんです。結構観察してたりしたんですけど、そしたらラーメンが前にあったんですよ。時間がないから2分ぐらいで食べてくださいって言われて、ずっと食べて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 、それでびっくりしたんですか。だって普段なんか吸引力なさそうやもんね。それはどう覚えた。本当にすごいお腹が空いてて、でラーメンがあって、なんかもうお腹空きすぎてたんで、もうすごい熱中しました、食べることに。ほらちょっともう南が悪者みたいになってさあ、この中から高田さんの独断と偏見で裏表あるでしょうが決定。裏表あるでしょう、受賞者三浦和義元社長です。お、高田さん、すごい。高田さん、アイドルをずっこけさせちゃダメ。ただ腹黒のさんには全然微動だにしない。こけよ、すごい、こけよ。あ、キャラビー裏表あるでしょ、受賞者は。はい。やる気出せ、やる気出そう。小島春菜さん、裏表の賞は小島春菜に決定。どうですか今のお気持ちは。あ、全然大丈夫です。さあ続いての部門はこちらです。キャラデビー運動音痴で賞。またですか。はいはい、この賞はですね、 AKB のメンバーの中で最も運動能力が低い、どんくさいという思われている方を表彰するものでございます。はいはい、それきついよ。ダンス踊ったってどんくさいやつはどんくさいよ。どんくさいよ。これきついよ。さあ、それではノミネート3名を発表しましょう。はいはい、まずノミネート1人目は、はい、高橋。はい、高橋。呼ばれたら1人目はセンターで踊ることもある高橋みなみ。1人がないみたいな。それでは続いて2人目は前田。おっ、すごい面食らった感じだけど前田。2人目は女優としても活躍する前田敦子。最後3人目でございます。はい、葛西。さあ、葛西。3人目は不思議系少女の葛西友美がノミネート。心当たりないってこと。というわけで以上がキャラデビー運動音痴賞にノミネートされたドンクサイ皆さんでーす。これはきついよ。高田どうですか、見てみて。俺踊ってんの見たこと。どう、一番得意なポーズどういうの。前田の、お前田の得意なポーズ、ポーズですか。ポーズ、衝撃のカミングアウト。推薦には峯岸、理由、動きが変。動きが変だ。前に出ていいですか。前に出て出て、そうそうそう、ね、3年前まで画面の基本姿勢は常にこうだったんですよ。ちょっと待って、そのまま踊ったりしてるんですよ。こ基本がこれなんで。どうやって踊っていいって。気持ち悪い。だいぶそれ進化しきれてないやん。それこうスキップとかやらせたらひどいと思いますよ。スキップ、はい、やってもらおう、やってもらおう。じゃあ、じゃあスキップぐらいできます。スキップやってみて、たまに。うん、もう一回、もう一回。なんで一回止まるんですか。わかんないんですよ。スキップ
大島のスキップ、はい、大島のスキップよ。じゃあ行って行ってみる、行ってみる、会ってみるよ、お前止まるって、お前行ったらこう来て足も弾かねえかんの。それで、だからこの止まった足も、なんで俺お前にスキップしないの。スキップに問題が。推薦人は、何人かいますけども、理由、運動できる顔じゃない。それだけ。いや、まあでも確かにね、ドラマであのメガネかけててほら、どんくさい役やろ。お前どんくさいもんな、お前な。どんくさいです。どんくさいよ。いやでもさっきのポーズはこれじゃやっぱどんくさい。どんくさいですね。前田はスキップとかできんの。できますよ。まあ、スキップやってみようよ、お前ちょっと。できますよ、たぶん。ほらほらほら、ちょっとやってみて、どんだけ違う。せーの。お前ひどいな。ひどいな、お前。ひどいよ。そして葛西友美がみんなから責め立てられる。推薦人は大島。葛西がどんくさいと思う、理由、友美というよりトロイです。何それ。つまんないし。ちょっとうまいこと言うとしますね。映画かなんかで一緒に仕事した時に、あのトライアスロン部っていう役だったんですよ。トライアスロンって自転車乗るじゃないですか。あの高椅子が高くてこう前かがみになるやつ。あれを一人でハッハッってバタッて倒れるんですよ。思うよ。タイヤ細いんですよ、自転車って。しかもこけちゃうんですよ。それがどんくさいわ。フットサル一緒にやってる。お前フットサルやるよ。ボールってフットサルって蹴るじゃないですか。蹴るよ。もう手で入れるんですよね。ハンドや、ハンド。キーパーの人がこれ蹴ったんですけど、かわいそうになっちゃって、もっと。いや、何がおかしいの。この3人がノミネートされましたが、栄えある運動音痴で賞はこんなゲームで決めちゃいます。運動音痴じゃないもん、高田さんが転んだ。今回のゲームはですね、はい、ノミネートされた3名だけではなく全員参加でやります。他にもドンクセンスがおるかもしれんということでね。それは見てみようとわからんやろ。さあ、それでは日直ゲームのルールの説明をよろしく。鬼である高田さんが、高田さんがコーロンだと言ってる間だけ動くことができます。途中にはいくつかの障害がありますので、それをクリアしなくてはいけません。動いたのが見つかったらスタート時点からやり直し、最後まで残った人が栄えある運動音痴で勝利決定。さあ、さあ、それじゃあ早速ゲームスタート、はい、頑張ってね。じゃあ行きます、はい、高田さんが転んだ。おい、誰、大丈夫か。高田さんが転んだ。動いてないね、動いてないね。はい、大丈夫よ。高田さんが転んだ。大島、網入っとく、はい、違う違う、網最初から早くやりなさい。早く戻れ。はい、はい、戻って。心ったんだよ。ダメ、網をちゃんと踏んだらダメ。早く、高田さんが転んだ。はい、ストップ。ちょっと乗るがストリッパーみたいな。見たくないから、お前のそんなの。クリーンになったやん。いいね。いや、みんなひどい。この後も AKB が大暴れ。全員粉まみれ。本当に AKB これ、ね。ここで提案です、はい、僕あまりつまんないんで清人君と代わってやります。ということで高田さんに代わって清人が鬼に。高田さんが転んだ。粉が一斉に舞ったけども、最後高田さんが転んだ。はい、動いたよ。おい高橋、誰や、高橋やろお前。高橋、粉まみれの高橋アウト。はい、ゴー。高田さんが転んだ。おっと、一番早く来たのは太田か。雨持ってる。お、雨入ってる。タッチするまで、タッチするまでです。はい、ゴー。高橋、はい、大島、はい、ダメ、あまりにも長すぎてもう行っちゃいましたから。はい、戻った。ここからバイバイが妄想する。行きましょう。高田さんが転んだ。はい、セーフ、2人セーフ。
前田と太田戦クリア。前田ちゃんのちなみに雨あるからちゃんと見せてカメラ。業界宮沢や。お前宮沢だ。宮沢、雨ちゃんと入っと。はいはい見せて、はいはい。なに？このポーズしんどい。しんどい。このポーズしんどいってことです。高田さんが転んだ。はい、ストップ、ストップ。じゃあ宮沢はオッケー。高田さんが転んだ。はいはい、もう痛い痛い痛い。とんでもない顔になりながらも次々にクリアしていくメンバーたち、もう誰が誰だか分かりません。それに焦ったのかここでズルをするメンバーが画面上に注目。だるまさん、大島ダメよ、ダメダメ、明らかに動いてきたの、明らかにブワーッと走ってきたの見えたの。大島舞、ルールを無視する大暴走。タッチはしたけど、もちろんスタートからやり直し。まだ到達してね、そこまで。はい、オッケー。お笑い担当のろが笑いを取りに行こうとしたその時、事件が。だるまさんが転んだ。はい、のろダメ。はい、のろダメ。待って。はい、ごめん、どうしてのろ。あんたさ、ちょっと待ってよ。あれ、ポーズおかしいね。今これから美味しいとこに、うん、美味しいとこに突入すると思って、うん、押されて倒れたんですよ。はい、ダメ、はい、ゆうこちゃんに押されてノロアウト。その後も続々とゴールするメンバーたち、そして残ったのはこの4人。残った1人が運動音痴でしょうになっちゃいます。喋るのは OK やけど動いたらアウトやからな。あ、アウトよ。4人だけ。高田さんが転んだ。はい、目が痛い。大島、大島さん、目が痛い。お前本当に大島か。お前つながりもまあ、もしくはお前これ歌舞伎役者やろ。高田さんが転んだ。はい、 OK。 大島 OK。 さあ、野呂と大島、あ、カスタン一人だけ、はい、遅れとるね。頑張ります。高田さんが転んだ。はい、はい、2人 OK。 ということで、はい、運動音痴が決定いたしました。待って、キャラデミー運動音痴でしょうは火災に決定。運動音痴でしょうはやっぱりこの多い火災頼み。本当に AKB これ、ね、あれどうしたらスキップできないやつ。音痴じゃなかったんか、はい、お前ちょっと今筋肉マンみたいになってるよ。現在の推し金獲得数はご覧の通り、峯岸と小島が一歩リード。さあ続いてはこちら。新たなスタートを切るこれからの季節にぴったりの桜の花びらたち2008。今回はメンバーの思い出のシーンとともにお楽しみください。歌の後番組から大切なお知らせもあります。目にはうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー。授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える。それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね。その背中に夢の羽が生えてる。桜の花びらたちが咲く頃、どこかへ
この後番組から AKB もびっくりのお知らせが。こうして彼女たちは大人になっていく。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが女の子にはスカート1時59分、はい、今回がですね、はい最終回ということになりました。ほんで次回はなんと AKB0 時59分という、あのメンバーはですね、あの全員おにゃんこクラブにします。皆さんの応援のおかげで4月からは毎週月曜夜0時59分にお引越し。これまで以上に AKB が体を張って、あんなことやこんなことをやっちゃいます。月曜夜0時59分をお楽しみに。